さんんこにちは加加藤藤ゼミナール代表しておりますす弁護士の隆で今回の動画ではですね令和5年の小試験の論文試験に向けて憲法の論文試験における重要なポイントについてお話ししていこうと思っていますで憲法においてもうね重要なポイントこれは3つです他にももちろんいろいろあるんですけども試験の直前期ということもありまして3つにねもう絞っています で、まず一つ目でありますが、何についてどう論じるのかを問題文のヒントから判断するということが大事です。これは、あの、司法試験の全科目に共通することです。で、何についてどう論じるのかってことが、司法試験だと比較的分かりやすく問題文でね、指示、え誘導がね、あるわけですから、問題文に従って何をどう書くのかってことをね、判断しなければいけないわけですね。で、この傾向が非常に顕著なのが憲法です。で、憲法は、 あの他のカム君に比べて理論上あり得る筋っていうのがたくさんあるんですね。え例えばあのね平成三十年の小売権のえ問題あの有害図書規制のねケースですけどもあれもですねあのいろんな理論構成が考えられるわけですね有害図書規制ってやった時にえこれはあのね購入しようとする側の知る権利でね構成するってこともできるし販売店のまあ営業の自由だとか。 えとして構成することもできると、あとは著作者の表現の自由って形で構成することも可能なわけですよね。だからいろんな理論構成の仕方があり得るわけですよ。だからこそ、えろあり得る理論構成の中でこの構成で書いてくださいねってことを、えー、憲法は問題文でもうわかりやすくねヒントで示してくれてるわけです。だからこそ。 ここまで分かりやすく問題文でヒントを示してくれてるわけですから回答の入入り口で問題文でヒントかかららら明にらにずれたことと書くともう本当に定数入らなくななるんですねなので特に人権選択のレベル特にこの答案の入り口としての人権選択のところ誰のどの人権で書くのかってことはもうあの近似の司法試験では分かりやすくね問題文で誘導してくれてますから必ずそこをチェックしてください。 基本的には問題文のあの最後の方で誘導される傾向にあります。で、さらにはあの誰のどの人権で書くべきかだけじゃなくて、規制の仕組み、何のために何をどう規制しているのか？さらには規制の問題点ですねこういったことももう問題文で分かりやすく誘導してくれてます。つまり、あの人権選択で制約それからまあ意見審査基準の定率。 ま基本的にはあとは目的手段審査ですね。基本的にはもう人権選択から目的手段審査による当てはめに至るまで何をどう論じるべきかっていうことが問題文でバンバンね誘導されます。なので結構ねこれは私ね憲法の論文試験のねあの問、えー、はあの問題解説でもよく言うんですけども憲法は結構ね点取りゲーム的な側面があるんですね。これはもうまあ、例えば意見審査の基本的な枠組みをね使うのであれば。 保証を制約それから人権の性質と規制の対応を考慮して意見審査権を定立、で目的手段審査に当てはめめ手段審査であれば基本的には適合性必要性ですね。この今言った意見審査の枠組みこれにとにかく問題文のヒントをはめ込んでいくんですね。なのであんまりね自分で一から頭使って考えるってことはそんなにないです憲法の場合は。 もうとにかく <laughs> あの、当該事案に適用される意見審査の枠組みで、当案の骨格を作って、その当案の骨格に問題文のヒントを使って、えー、どんどんね、その肉付けをしていくということですね。だからあんまり頭使わないんですね。もちろん、その問題文のヒントにおいて、抽象的な事柄ね、えー、書かれていたと。<laughs> 例えば、まあえー、令和2年の。 予備試験のね、憲法の問題なんかだと、その犯罪被害者を対象とした取材活動のね、規制が設けられたわけですけど、その犯罪被害者の、この取材活動には、こう,こうね、その様々な、こういった公共性があるんだと。犯罪被害、犯罪報道について、犯罪についての取材活動には公共性があるんだと書かれているわけですね。で、これ要するに規制目的として重要かどうかというところで。 えー、この取材活動のね公共性ってことを論じるわけですけどでも公共性でどういった意味で公共性があるのかって書いてないわけですよね問題文にだからそこはもちろん自分でねこういった意味で犯罪、えー、の取材っていうのは公共性があるんだってことを自分でね膨らませて書くわけなんですけどもただそこも結局ですね <laughs> 問題文でヒントがあるわけでなんとなく自分でイメージできるわけなんですよねなので <laughs> この問題文のヒントを全部コピペすれば何とかなるってわけではなくてある程度頭使わなければいけないってこともあるんですけどただ何をどこに、ね、はめ込んでいくかってことはそこまで頭使わないんですね。なので問題文のヒントをですね意見審査の枠組みでことわの骨格作ってそこにとにかく反映しまくるってことをね意識するといいんじゃないかなと思いますね。であとはですね意見審査の基本的な枠組みです。 でえー、近年の司法試験ではあの意見審査の枠組みレベルのことではあんまりね難しいことを問われない傾向にあります。えー、もちろんですね,、えー、こ,のねこの保証制約意見審査基準の定律目的手段審査というこ,のこれが意見審査の基本的な枠組みなわけでありますがこれが使わない問題っていうのはもちろんあるっちゃあります。例えば平成22年の司法試験で取材された生存権だとかあるいはあのだいぶ昔に取材されたね平成18年に取材された財産権だとか。 一部の人権についてはこの意見審査の基本的な枠組みっていうのがそのままの形では妥当しません。ただ基本的には意見審査の基本的な枠組みで処理できる問題なんですね。なのでもうこういった問題では意見審査の基本的な枠組みをとにかく正しく使う。例えばあの保証制約基準定率当てはめって流れだとこれ誰でもできるわけですよね。えー、そうじゃなくて例えば保証のところでね。 例えばその政治的表現の自由が問題になってるんだったら政治的表現の自由を保障される終わりじゃなくてちゃんと「括弧表現の自由とは」と定義を示してで政治的表現っていうのはその特定の姿勢意見を表現する自由なんだから括弧表現の自由として21条1項で保障されるとかって感じでちゃんと三段論法で書くわけですよね。 あとはあの制約に当たるかどうかってことも問題なく制約に当たるケースでも規制の仕組みをちゃんと具体的に示してだから制約に当たるんだってことを書かなければいけない。あとは意見審査基準の定律過程でも、まあ、基本的には人権の性質と規制の対応を考慮するんですけどこれも適当に人権の性質と規制の対応を考慮するんじゃないんですよね。ちゃんと着眼点とがある程度決まっているわけなんですよね多分その心境の自由だったらね。 え、重要かどうかとかってこと、いきなり書くんじゃなくて、心境の自由っていうのが憲法で保障されてる。あの趣旨ないし遠隔ですよね。で、そのことをちゃんと言及するだとか、後の規制の対応についても、なんか細かい具体的な規制の対応は、あの基準定率の過程では見ないわけですよね。基本的にはそのね学説力の判例によって類型化されてるレベルのことしか基準定率の過程では規制の対応を考慮しないわけなんですよ。 で、その上で、例えば表現規制だったら、内容規制なのか、表現内容中立規制なのかとか、事前規制なのか、事後規制なのかとか、あとは直接的な制約なのか、間接的制約なのか、っていうことにちゃんと着目して論じなければいけないわけですね。だちゃんと、こういった、その意見審査の基本的な枠組みにね、載せて書くっていうのは、ちゃんとその枠組みの、あの、細かい中身をちゃんと理解した上で、答案を書けるようにしておくってことですね。だただ、目的手段審査だったら、 例えば手段審査のところでは適合性必要性、まあ、中間審査基準移動だったら適合性必要性ですよね。で適合性のところでも、まあ、その因果関係とあとはその目的達成の効果があるかどうかって2段階で書くだとか必要性のところではちゃんとねより制限的でない他の選べる手段によって立法目的達成できるかどうかってことを具体的な他の手段を提示して書くとかそういった意味で、えー、意見審査の基本的な枠組みをちゃんと使えてるかどうかってことが問われるわけですね。 で、この意見審査の基本的な枠組みで答案をかたどって、そこの意見審査の基本的な枠組みに問題文のヒントだとか、あるいはその場で自分で考えたことかと。さらに教科書知識だとか、あとその判例の知識っていうものをどんどん今度肉付けしていって、答案を完成させるわけなんですね。ええ、ということになります。で、あとは3つ目。判例理論に引きずられすぎないということです。 あの、平成30年以降のね、司法試験では、あの、これまでの司法試験に比べて、その判例っていうのがね、え結構重視されるようになりました。で、説問なんかでは、参考判例を踏まえてとかね、そういった指示がなされることもあるわけですね。で、ただね、これ気をつけなければいけないのは、あの、判例に従って書けってわけじゃないです。あくまでも、判例を参考にして書くってだけです。だから、あの、判例理論に引きずられると、例えば、 あの職業規制が出てきた時になんか無理に最初から最後まで薬事法判決に載せて書こうとねしてしまいがちなんですよね。あの他のね判例の類題なんかでもそうなんですけど、ただそうではありません。判例の類題が取材されたとしても、そもそも判例とあの司法試験で問われている答案の書き方っていうのは枠組みがずれてることも普通にあるわけなんですよね。 例えばね、そもそもの話として例えばその、エホバの証人剣道受講拒否事件ありますよね。エホバの剣道受講教事件あれも平成30年か令和1年の証試験でねあつまり予備試験か予備試験で平成30年か令和1年ね類代が出題されたんですけどもあのケースで例えば判例が裁量論だから裁量論を使って書くのかっていうとそんなことはないわけですね。気をつけなければいけないのはあの結,結構の憲法の判例っていうのは違憲かどうかについて判断してないもの結構ありますよね。 英語版のの受講事件判決っていうのは別に違憲かどうかっていうのは正面から問題してないですあくまでも行政法レベルの裁量論で処理してるわけですよでその裁量論を検討する過程で裁量を狭めるあるいはその裁量権を行使する過程でのコール事項の設定だとか重み付けをする過程で憲法論に言及したんですねなのであれは別にあの裁量論を使ってるんですけどもあれは 普通に適法違法レベルのことを問題としてるわけであって憲法論そのものではないわけですねだからエホバの証人剣道受講協議事件のルイダーが出てきたときに判例がこれね、裁量論なんだから裁量論で書かなきゃいけないんだみたいなことにはならないわけです、えー、ということですねなのであくまでも皆さんは憲法では違憲かどうか違憲審査をしなければいけないわけですから違憲審査をするための 枠組みを使わわななけけければいけないわけですねだから判例が意見審査そもそもしてないケースだったのであれば判例のの枠組みをそのまま使うななんてことはありえないわけですよ、ね、なんか中途半端に判例勉強しちゃってると判例の類が出てきた時に判例の枠組み引きずられて憲法論にならないとは書いてしまいがちなんですね。なので判例の類題が出てきた時こそ注意です。ね。 学説が意見審査基準論を採用している領域においては意見審査基準論で答案書くんですね。保証制約基準定律当てはめ。ね。もまあ保証制約基準定律目的手段審査に当てはめ。こうさ流れで書くわけですよ。でその上で学説の意見審査基準論に引き直した上で。 この学説の被験審査基準論の中で、まあ、判例を参考にした論述を可能な範囲でやればいいんですね。最初から最後まで判例で書く必要はないし、そもそもそんなことは求められていないわけです。だ、イメージとしては、ね、意見審査の枠組み、ね、学説の意見審査の枠組みで答案の、え、骨格を作ります。で、肉付けをするわけなんですけども、その肉付けの、ね、する際に問題文のヒントとか教科知識、で、プラス。 判例の知識を使うわけですだから判例の知識っていうのは、ね、答案の全てででないわけですね問題部のヒントそから教科書知識あとその場で考えてきたことと並んで、えー、答案のね肉付けをとなる答案のパーツの一つに過ぎないわけです。なのでそのイメージをちゃんと持たないと判例の類例外で出てきた時に答案の,あの型がねもうガタガタになってしまってあの本来えー、ね えかける答案を書けなくなってしまうわけですから、ここはねあの気をつけていただきたいかなと思います。そもそもあの意見審査をするにあたっても判例と学説はあの枠組み違いますからね。判例は利益考慮論なわけですよ。ね判例は利益考慮論に立っていて、で学説は意見審査基準を立っているわけですね。でこのま,ま利益考慮論というのが判例の立場なんだけれども、この利益考慮論だとね裁判所の恣意的なね判断が可能になってしまうわけですよ。 だから、えー、裁判所の判断をちゃんと統制しましょうということで意見審査基準論というのがあ学説がね主張してきたわけですね。なのであの判例と学説っていうのはそもそも意見審査の枠組みがね全枠組みが同じではないわけですからでも一方で、えー、司法試験でも予備試験でも学説が意見審査基準論を採用している領域については学説の意見審査基準論で書くことが予定されているわけですね。これはこれまでの取材集採点実感でわかるわけです。なので 学説が意見審査基準を採用している領域については普通に学説の意見審査基準論で書いてで利益考量論を立っている判例っていうのは可能な範囲で意見審査基準論に落とし込んで当てはめのあ当てはめというかその論述の一つのパーツとして使うというねそういった位置づけにする必要があるわけですね。ここの判例でも引きづらいなってこと、ね、特にと特 判例のルイーダーが主催されたときに気をつけなければいけないところなんで、まあね、えー、まあこれかもうこれまでね、過去問講座とか基礎問講座とかでね、い何回も繰り返し言っていますが、まあね、最後の確認として、まあ、今回の動画でもね、お伝えさせて、えー、まあ、お伝えした限りで、えー、次第です。で、以上がですね、憲法の論文試験における重要事項となります。参考にしていければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。